聖天白日勲章、または青、天白日大乱受隊は中華民国の勲章。他守る国と外部への抵抗に功のあるとされた軍人へ授与される。軍人を対象とした勲章では国密勲章の次に名誉ある勲章であり、創設以降これまで210人に授与されてきた。民国18年5月15日国民政府により、 交付された陸海空軍勲章条例により制定。外部を防ぎ、保衛国家を維持し、著しい選考を挙げた陸海空軍の軍人に授与される。受賞資格は以下の9つに分類される。適切な戦略、戦術にのっとり、大勝利を収めた者。戦場において適正な処置を行い、全軍あるいは一部隊において重要となる勝利を獲得した者。 大きな危険を犯してでも前進し、重要な敵を発見し、完全な勝利を収めたもの。最も窮地に陥った時、毅然として奮起し、形勢を挽回せしめたもの。戦場での広報勤務や事務処理に進んで最も優れた成績を収めたもの。敵の設置した水雷あるいは障害物の破壊除去を進んで行い、戦艦の進路を開け知るべせしめたもの。 多数の船舶を護送する我が軍艦が敵優勢艦隊に遭遇するも戦闘後に護送船舶を安全にその目的地に到達せしめたもの空中戦において4機以上の撃墜または地上の敵機6機以上を破壊したもの爆撃により敵の高級司令部平行省等の重要拠点もしくは巡洋艦駆逐艦等を 大破合鎮せしめたと確実に証明できるもの。中大関係が緩和して、以降は、主に国防部部長や参謀総長などの軍のトップに授与される監修となっている。勲章の形状及び、廃用方法は1980年12月19日修正の陸海空軍伊佐尾章条例施行採測に基づく。ただし、副大受隊及び、 奨励副職賞と略授与になる。材質は銀に金を滅キしたもので、表面には放浪も含む。中心には聖典白日国章が配され、国の代表を表す。刺繍の工房は受賞者が外部を不責的に打ち勝ち、国家に使える後期四用の航訓を象徴する。民間を対象とする埼玉大勲章も同様に中華民国の国章を図案に用いているため、 しばし混同される原因となる。霊僧に配用する場合、正明を左襟中部に配用し、大寿は右肩から左肘下にタスキがけする。上層に配用する場合は、逆寿とする。他の勲章と並拝する場合、その順番は国密勲章の後、一等法廷勲章の前である。米大統領アイゼンハワーと会見する席、章介席左胸に、 マサを廃用、ありがとうございます。